はい、皆さんこんにちは。時刻はですね、12時38分を回ったところですね。ただいまですね、賢島駅にやってきております。近鉄線の駅ですね。で、こちらが出口、今外にいます。そこがね、実はバス乗り場ですね。シャトルバスですね。志摩マリンランドへの行く路線バスがここから出るというところですね。でしてこちらが、ロータリーになってまして、でこの方に、お店やコンビニがあるというですね。で正面が特急列車の特急券の窓口ですね。待合室がこちらがありますということですね。13時発の大阪難波行きの特急、私はこれに乗りましてですね、宇治山田まで行きたいという予定でございます。その前ですね、12時40分になりますと普通の伊勢中川行きがございますね。賢島駅もこんな感じになっています。終点の駅でございます。で、1番線から5番線までありますが、ただ島風が止まってますね。特急が止まってますね。こういった感じでございます。向こう側が1番線、そして真ん中のホームがですね、降車用ホームで、乗ることができないというふうになってますね。で3番線、4番線、5番線とあります。で島風が止まってて、向こう側に特急が止まっております、こんな感じですね。これからちょっと、特急に乗りまして、宇治山まで行こうかなということでございます。ということで中川行き普通列車が来るってことですね。2両編成がやってきますね。ちょっと見えにくいかなということですね。ということで、賢島駅でございました。ちなみに隣の駅の方もですね、隣の駅は島新根ですね。でその隣が宇方ってことになっております。ということでこんな感じですね。以上賢島駅でございました。